今回は消費税を上げることの延期についてお話をします。で特に、アベノミクスを、これから頑張るために民意を問うというふうに言われてますので、消費税の延期は賛成だということで、投票に間違いが起こらないように、これぜひお話ししたいことがあります。そもそも消費税はなぜ上げるのかというのは明らかですね。巨額の累積赤字があって、財源が足りないから上げるわけですね。だけど財源が足りないから上げるというこの論理すごく分かりやすいですけども、その消費税を上げることによって財源が潤うってことはないんですよ。実はね、もう財務省などが言ってるように、本当にその財源を楽にしようと思ったら 30% ぐらい上げないとその財源が安心できる状態にならない。でそのステップとして10に上げるだけの話なんですね。でそもそもなぜこれだけの大きな赤字が起こったのかということなんです。それはですね、実は毎年ものすごく無駄なことをやってきたわけですね。その税収よりも、はるかに大きな予算を使ってきた。税収よりも、つまり収入よりもたくさんのお金を使うと赤字になるのは当たり前なんですね。これは国家であろうと、家庭であろうと同じわけですね。じゃあどこにお金がいったと思いますか？実はですね、ばらまきというのはもう ご存知のようにシャンペンタワーみたいになっているわけですね。経済というのはこの三角のトライアングルなんですね。そして税金というのは下からまけないんですね。必ず上からばらまくわけですね。で上からばらまくと上の方にいっぱい溜まっていくわけです。そして下には落ちないんですね。で実はこれまでばらまいた赤字っていうその1300兆円の赤字はですね、実はこのコップのシャンペンタワーの上のコップにたくさん溜まってしまってるわけです。そして下の方はお金がないんですね。お分かりでしょうか？そして貯金は1600兆円できてる。しかし国家の赤字は1300兆円の赤字が起こってる。そして毎年50兆円の赤字が積み重なってる。しかし GDP は増えないという状況なんですね。例えば無駄な公共事業をやっても大企業が儲かる。そしてそれを下請け丸投げというふうにして下の労働者は豊かにならない。仕事はあるんだけども豊かにならない。そして上の方はですね、仕事はしないけどもお金が貯まるという、この仕組みをですね、ずっとこの20年間やり続けてきたわけです。ですからその今財源が赤字だから増税は必要なんだと、この論理そのものが間違っているわけです。だから私は増税を延期が賛成とか反対とかいう以前にですね、消費税をかけることそのものに反対をします。それよりもとにかくこの構造そのものをですね、とにかくばらまきという構造そのものをやめることです。でばらまきとか公共事業の無駄っていうのは皆さんあんまり意識しないと思いますね。まさにその消費税っていうのは本当に全員にかかるわけですね。そうじゃなくって本当にその部分部分ドカンドカンとあるあの不正を解決していく方がはるかに平等というかはるかに本筋なわけです。この世の中はそのお金持ち1,2,3そして4番目に中流というのがあって、下に庶民というのがあるんですね。飛び箱の5段飛びの飛び箱をちょっとイメージしてくださいね。超富裕層、富裕層、準富裕層、そして中流、そして庶民。つまり庶民というのは最下層なんですね。でこの 全員に消費税増税がかかるわけですね。でも私の提案はですね、この飛び箱の一番下の庶民っていい言葉ですけど、分かりやすく言うと最下層ですね。最下層は税金はなし。そして、下から2番目は 20% 税金。そしてその次は 40% 税金。そしてその次は 60% 税金。その次は 80% 税金。つまり一番豊かな人は 80% 税金でお金取ったらどうでしょうか。で上の人はですね、大体、年間100億円なんですね。年間100億円の人は80億円税金で取ってもいいんじゃないですか。それでも毎年20億円余るわけですからね。これが累進課税ですね。
今年はこのようにして、とにかく増税が良かったとか悪かったとか、延期が嬉しいとか悲しいとかではなくて、まさに根本的に変えないといけないと思います。この社会、その本当にその格差の拡大によって成長してきた、そして貧しい人が苦しむことによって成長してきた、消費税増税は根本的な間違いだと思います。こんなことでその民意を問うというトリックに引っかからないようにしてくださいね。